お話を一つ聞いていただきたいと思います。ある山の奥深く、竜の神様がおられたそうじゃ。その姿を見た者は誰もおらぬ。その目に睨まれれば生きては帰れぬ。竜神様のワスという美しい滝の水の流れはまるで竜の背中の鱗のように獣を取って垂れ、ささやかながらも幸福に平和に暮らしておったのじゃが、ある日よそ者が山に押し入ってきて、その山を見るも無残な姿に変えてしもた。美しかった滝の水の流れはみるみるうちに真っ黒い土と人々の流した真っ赤な血で染まっていった。竜神様どうぞお願い、海へは帰らずここにいとくれ。ゴーゴー響く滝の音は竜神様の嘆かう声。口をしき人の仕打ちがありありてれきりん触れば、うさやけし水を育もるべく呼び戻すのじゃ竜神様を。山神様どうぞお力を、山彦となりとおれ横へ。竜神様
ましい人々の痛ましさ。龍神様どうぞお願い、我らの山を見捨てないで。三尺水明色キラキラし、永遠に輝く石へ。